はい、どうもこんにちは。今日はね、レジンワーム30、この間紹介したあの 70mm のダウンサイジング版 30mm をね、この 70mm はあのシリコンでね、あのきっちりした型取りを取ろうと思ってるんで、ちょっとややこしいんで、ちょっと簡単なね、型取り方法をちょっとやってみます。成形、原型の成形は以前紹介したあのバルサ材を削り取って作るんです。これやり方は一緒なんですけども、まあかなりちっちゃいんでね、用紙がちょっと太くなったぐらいのかなりちっちゃいやつです。これをね、型取りして、UV レジンで複製します。プラ板で作ったなんか箱みたいなやつに、原型をね、瞬着で貼り付けて、この上から型取り材を、置くんですけども、今回ね、あのセリアで売ってる、歯医者さんがね、あの詰めてってなるやつですね。ブニョブニョの歯医者さんじゃ使えないようなやつ。これ2つ混ぜて、30分ぐらい硬化させたら、これで型が取れると。これ100円です。これ100円でいいですよね。こういうの高いんですよね。昔あのブルーとかオレンジとかのこういうのよく使ったんですけども、これ安いです。内部ワイヤーフレームを作ります。0.55mm、 これもダイソーのやつ、100均です。これを、曲げジグを、ベンダージグを作ってね、クイクイクイって感じで、これで曲げていきます。 0.55mm ぐらいだとね、これ道具もね、全部100均です。ダイソー の刃物はあんま良くないですけどね、この先が丸まったなんだかよくわかんない、これはやりやすいです。でね、ウェイトをね、仕込むんですけども、まあ、ボディがちっちゃいんでね、2号のガンダマ、0.35g。これをね、ワイヤーに挟み込んで、ペンチで成形してね、こんな感じで、内部構造はこんな感じで。これを型の上に乗せて、レジンを流し込んで、硬化させます。まあ用紙でね、気泡とかをあれして、ただね、型がね、光を透過しないようなやつなんでね、まあ1時間ぐらい、まあ、ほったらかしておきました。これで、まあ、料理とかしてたんですけど。でね、モバイルバッテリーで使えるね、あの LED の UV ライトも買ったんで、これあの出張先、もうちょっと長い出張があるんでね、車の中とかでもちょっとこういうのやってみようと思って買いました。硬化したら、もう片面を成形して、レジンを流していくんですけども、やっぱりね、型がね、あんまり、まあ、雑な型というかね、こんなんなんでね、やっぱ透明のシリコンじゃないですけど、なかなか UV レジンは結構ね、まあ、雑な作りになってますけども、気泡穴とかも、まあ、できちゃったんですけども、まあ、何回でもね、穴が開いたらもう一回持って乾かしてとか、ね、リカバーが何回でもできるのがね、なかなか UV レジンのいいところだと思います。で、今回目玉はね、赤目の 2mm 2倍で作りました。ルアーの作り方はまた別動画作りましたので、よかったらよろしくお願いします。まあ、揚げたてのね、シラスみたいになりましたけども、まあ、パッティングラインとか、まあ、どんな型でもできちゃうんですけど、これはニッパーやね、デザインナイフとかでね、粗く成形して、仕上げはまあ磨いていくんですよね、ペーパーでね、240番ぐらいから、あとまあスポンジヤスリとかでね、だいぶね、艶消しな感じになり、これ後でコーティングするとまた透明に戻ります。目玉を取り付けて、はい、あとはね、ウレタン樹脂でトップコートかけて、まあボディの方がこれで完成ですね。半日ほど硬化させました。
こんな感じです。スプリットリングが1番、フックが14番16番ぐらいのが欲しかったんですけど、ね、なかなか売ってなくて14番、でやりました。こんな感じです。レジンワーム30、ね、以前作ったね、あのシャリ兄さんってやつはね、ワームで釣れないときはこれで釣れるんですけどもね、ワームで釣れるときはなかなかこれで釣れないという、あの、あれがあったんで、まあ、汎用性の高い、ね、網パターンとかでも使えるようなプラグがね、細身のプラグが欲しかったんで、こんなの作ってみました。そんなわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。今日もお疲れ様でした。失礼いたします。なんか知らんけど、なんか知らんけど、ゲゲスか。これバカやろ。これやろ。バカやろ。ゲゲスか。バカやろ。明日を目指してつまずいて転んでも高い壁があったとしても